あの黒い服のベアラ、見ない顔ね。主もいないのに、うろちょろして。遅くなった。こっちも今来たところ。先に町の様子を見てきたが、随分と兵が出てるな。俺の顔を知ってる奴がいるかもしれない。だったら裏から潜り込むさ。そう固くなるな。身を潜めるならこういったところの方が。安全だ。でもそれにしたってここは。それでどうするつもりだ。クリスタルの搬出口へ向かう。夜が更けたら出よう。あそこは国の重要拠点だ。警備も国境とは比べ物にならない。さすが元ザンブレク兵、よくご存知で。秘密の抜け道があるんだ。後で案内しよう。詳しいな。元ザンブレク兵の俺よりよっぽど詳しい。ここまでの道にしたってそうだ。実を言うとな、前に一度城に忍び込んだことがある。バハムートのドミナントと勝ち合って命からがら逃げる羽目になったが。シド、マザークリスタルとクロの一体の話が本当なら。なんだ、まだ疑ってるのか。ただ不思議なだけよ。同じ考えに至った人があなたの他にもいたでしょうに。国ってもんはマザークリスタルという存在があって初めて成り立つ。昔からそう作られてきた。それが黒の一体の原因となれば、どの国にとっても都合が悪い。だから声を上げれば異端者とみなされ消されちまうんだ。無慈悲な愛国者たちの手でな。なるほど。その一方で奴らからしてみれば、ドミナントやベアラーは都合がいい。なんせ魔法を使うのにクリスタルを使わない。国費の節約になる。その先に待っているのが全身の石化。つまり死を意味するものだとしても、
消えかけのろうそくには情けをかけないだろ。まあそういうことだ。はあ、マザークリスタルとクロノ一体、ドミナントとベアラ、この因果から抜け出すには人の意識を変えるしかない。だがあいにくとこの世界はそれほど成熟してはいないからな。無理にでも舵を切らなきゃどこへも行けやしないだろ。だがマザークリスタルの破壊は大罪だぞ。悪名が残ることになる。大悪と指導、いい響きだ。ずいぶん軽々しく罪を背負うのね。そう睨むなよジル。美人の怖い顔は箔がつきすぎる。大悪党としてでも名が残るのなら生きた甲斐があるってもんさ。潜伏先は確保したが、ここから先はことをなすまで出てこられると思うな。念入りに支度しておけ。やけに警備が手薄だ。ウォールードとの戦で躍起になってここの兵士をいくらか回したか。何にせよ好都合だ。それにしてもさすがに勘繰りすぎたか。おい、それはどういう意味だ。あんたの言う抜け道はいつも敵だらけだったからな。この長い人生にはちょっとした刺激が必要なんだよ。お前みたいな若造だってすぐに老け込んじまうんだぜ。余計なお世話だ。いいかクライブ、何かが変わるきっかけなんて些細な出来事や何気ない一言なのさ。よく見てよく聞きよく話す。人生を豊かにするにはそれが何よりも大切なんだ。面倒があれこれ増えることを豊かになるとは言わないだろう。どうした。何でもない。それでこれからどうするんだった。ああ、マザークリスタルのコアを叩く。そいつを壊せば全体が崩壊するはずだ。なら行き先は一つか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。こっちだ、ついてこい。警戒しておけよ。ああ、分かってる。大丈夫そうだ、行くぞ。やれやれ、敵さんがお揃いだ。やっちまうか。あ、やったらしいぜ。チンケな盗っ人がしっかりとって。おい、またあいつらは。さあ、とっとと片付けるぞ。あんたの抜け道はいつもこうだ。一
ったろ、刺激が必要だって。ご苦労さん。まったく。あれは警備が厳しいな。クリスタルの運搬路か。抜け道はここで終わりだ。奴らを倒して進むぞ。賊が入るぞ。出ろ。あいつを呼べ。今すぐだ。オーディン。なすったようだ。死に方くらい選べばよいものを。貴様らもこれの餌食にはなりたくあるまい。ふかしやがる。さっさと黙らせるぞ。くらえ。まずいぞ。
赤字やりやがった。大量のエーテルを浴びてアカシアとなった者の末路だ。ひどいもんだぜ。こんなの人の死に方じゃ。急ごう。このエーテルは下の層から溢れてきてるな。まさか。大丈夫なのか。ドミナントやベアラーなら少しの間は耐えられる。だがあまり長いもしてられん。ここから地下採掘場だ。その先にマザークリスタルがある。ともかく急ぐとしよう。アカシアになってる。
よし、ノースリーチのイサベル、この連中がオリフレムを捨てるという噂があるか。なるほど、あの噂は本当だったのか。国のお偉方はここにエーテルだまりが出たのを把握してたんだろう。連中、アカシアの巣のない新たなコートを作る気なのかもしれん。そのための再軍備か。飛べって？いいとも。助かったぜ、クライブ。最後まで案内しろよ。分かってるさ、ご愛嬌ってやつだ。
この先だが、なんだこの鉄格子は。蹴破るぞ。おら、硬いな。次だ。もう少しだ。同時に切るぞ。合わせろよ。面倒なもん作りやがって。そろそろマザークリスタルだ。本当にこんなところから行けるの？ま、見てなって。大丈夫だ、誰もいない。ドレイクヘッド、なんて巨大なの。神殿はあの橋の先にある。しかし、ろくな修復もされてないとは、よほど人手が足らんらしい。まさか、あんたがあれを。ああ、前に忍び込んだ時は、橋の手前で、バハムートのドミラントと鉢合わせてな。追いかけられて仕方なくだ。よく逃げ切れたもんだ。さっさと、つまし棒を。ゲートの賜物がこんなところにも。この場所と何か関係があるのか。
そういえば聞いたことがある。ドレイクヘッドのクリスタル神殿には聖域を守る番人がいると。前に俺が潜り込んだ時にはお目にかからなかったんだがな。とにかく慎重に。何かいる。なんてこった。門番までアカシアになったのか。
食らえ。大丈夫か？神殿はこの先だ。警備の増援が来る前に済ませるぞ。もっともこうエーテルだまりがあっちゃそう簡単には来れないだろうがな。クライブ、ん？全てのマザークリスタルを破壊した時、俺たちは魔法を使う最後の存在になる。場合によっては立場が逆転し、今よりもっとひどい目に遭うかもしれん。恐怖の対象としてな。だがそうなったとしても、いつかこの選択が道を開く。生まれも身分も関係なくなると信じている。やけに弱気だな。あんたらしくもない。言ったろ、もう一度信じるって。それじゃ行くとしよう。大悪党シド様の華麗な第一歩だ。さて、覚悟はいいか？もちろんだ。ええ、見届けるわ。ありがとうよ。さて、どうする？ちょっとやそっとじゃ壊れそうにないぞ。手伝おう。こいつはそこらのクリスタルとは違うようだ。もっと大きな力じゃないと。老体には応えるが、こいつばかりは仕方ねえか。下がってろ。ラムーに権限する。
クライブ、見て。ここは以前にも。その声、やはり貴様か。どこだ。姿を見せろ。あいつ、まだ動けるのか。
ラムーノ。
今すぐ手当てを。そう言ってられんぞ。スネーク、スーシーさん、ビザエゼン、ソエスインズルフ。ようやくわかったぜ。お前が奴を狂わせたのか。くたばりやがれ。
のムクロ、悠久なる火をまとい、再来の炎となれ。ごめんね兄さん、こんな形でしか会えなくて。僕がわかるのかい？二人を守ろうとしたのか。本当にいい子だ。そこにいるのだろう、アルテマン。存在を知ったか。褒めて使わそう、フェニックス。お前のことを探るために随分と旅をした。僕たち兄弟が引き裂かれてからずっとね。お前の狙いが兄さんだということはもう分かっている。だが兄さんはこの僕が守る。ならば古の力秘めたる神々の息を、不浄なることの葉を払え。ほう、魔法衝撃。拉致が開かないな。もうよい、戯れはやめよ、フェニックス。器を渡してもらうぞ。させないよ、絶対。断りたるお前を倒せるなんて鼻から思っていないさ。でも兄さんを守るだけなら僕にもできる。
一度は必ず言え探したぜ。ここにいるはずなのに、どこだ。見つからなきゃ俺が殺される。クソ、探せ。何としても探したぜ。シド、助けて。ここか。戦場も、うん、やこ、うん、クソが、ガブ、急いで。分かってる。ここにシドはいないようです。クブカ様に報告を。もう遅い。仕入れたよ。どうだい、触っていかないかい。ほら、チョコボの肉はどうだい。うちのはそこいらの店とは違って美味しいよ。ぜひ味見してってくれよ旦那。さあ一口。さあいらっしゃいいらっしゃい。朝採れたばかりの新鮮な野菜だ。何でも揃ってるよ。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬。ちょっと見てってよ。どれもどれだって新鮮だ。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬、いろいろ取り揃えていますよ。飲み薬、塗り薬、貼り薬。旅の方、お薬はいかがです。血止めや足の疲れに効くハーブもありますよ。ごめんね、買ってあげたいけど。どうか良い旅を。どなたかお薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬、よく効くお薬はいかがですか。シド、よく来てくれた。ベアラーたちは。町外れの議事堂跡に囚われてる。風獄プカの私兵どもが見張っていて手が出せん。また奴らの仕業か。そうだ、あんたをおびき出すための罠だよ。またなの。これじゃまるで見せしめね。これから議事堂跡へ向かう。おい待ってくれ。これまでにあんたや組織を守るためにどれだけ犠牲になったと思ってるんだ。救える命を見捨てろと。そうじゃない、あんたが出向く必要はないと言っている。頑固なところは先代にそっくりだな。
くれぐれも気をつけてくれ。今のあんたは紛れもなくシドなんだ。忘れるなよ。どうか見逃してください。俺たちは逆らう気なんてこれっぽっちもないんです。ここの家畜は喋るのか。私たちを主人のもとへ返してください。黙ってろジジイ。風悟の姿はないか。そもそもシド本人が顔を出すとは思ってないんでしょう。ああ、だろうな。お願いです、命ばかりは。黙れと言っているのがわからんのか。遅くなった。この雷に打たれるドイツだ。まさか本物シドだ。聞きましょう。おい、全員呼び戻せ。
おい、引くぞ。追わないの？奴らも風悟に怯えているだけだ。次に見かけたら容赦はしない。お前のせいでこれまで何人の仲間が死んだと思ってる？わかるか？餌だぞ、餌。関係のない俺たちが餌に使われたんだ。お前をおびき寄せるためだけに。どういうつもりなのよ。私たちは奴隷なりに静かに暮らしてきた。それをあんたたちがちょっかい出すせいで。そうよ。この5年間私たちが何もしなかったとでも思ってるの？誰もが等しく人として暮らせるよう必死にやってきたわ。誰がそれを望んだんだ？危険にさらされるのは当の俺たちじゃないか。そうよ。その通りだ。すまなかった。分かっておくれ。わしらも必死で生きとるんだ。シドの意志を継いだ時からこれくらい覚悟してる。クライブ。帰ろう。世界を黒の一体から救うためとはいえ、俺たちがやったことはマザークリスタルの破壊だ。暮らしを脅かしてると受け取られても仕方ない。ベアラーを救うにしたってその一方で彼らを苦しめてる。彼らも非難の目を向けずにはいられないさ。仕方のないことだって分かってはいるけど。だがシドはこう言ってたよ。クリスタルの牢獄をぶち破れと。誰かに強いられることなく未来を選び取れ、自分の意志で。そう言われた気がした。彼らしい。人が人として生きられる場所、仲間と共に。そんな場所を作るため俺はシドの名を継いだ。俺たちは彼に思いを託されたんだ。だから何が起きても俺は意志を貫く。ほら着いたぜ、お二人さん。愛しの我が家だ。シド、オットーのところに行ってやれ。サロンにいるはずだ。わかった、そうしよう。お帰り、シド。
指導。いつも忙しそうね。こりゃドリス隊長の剣より高そうだ。なんだい、いい品が揃ってるよ。持ってきな。いい選択だ。持ってきな。選択だ。持ってきな。他に売りたいものはないかい？これで少しは懐が潤うだろう。また来なよ。お、来たか。何を作る？よし、できたぜ。もっと良くなった。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。どんな敵とも戦えるぜ。また来いよ。ラウンジで飲もうぜ。俺が奢るからさ。
戻ったか、クライブ。ビクトルがストラスを飛ばしてきた。状況は分かってるよ。今回も災難だったな。巷ではシドは大罪人だ。その上、フーゴクプカにまで目をつけられてる。誰だって関わりたくはないだろう。それで留守中に変わったことは？ダルメキア共和国軍を調べるためにガブを向かわせた。どうにも奴らの動きが引っかかってな。今は帰りを待ってるところだ。なら奴が戻るまで彼女と各国の情勢をさらっておくとしよう。ビビアンか。戦の研究さえできれば場所は問わんと言ってたが、こんなところでもお勉強とは変わった先生だよ。変わり者だから協力してくれるのさ。何かあれば呼んでくれ。